何かに使えるかな。よし、行こうぜ。世界の仕組み、破壊の権化ですら失わせることのできないもの。思いや絆はどんな断りも超えてきっと力になる。それは暗闇の底でもがく井戸にだって届く。届けるために僕たちはここにいる。だから僕たちは絶対に諦めない。グランサイファーは暁の空を駆ける。悲しき破壊の竜を追って。しよう。私も。コンセントレーション受け取りました。無血の封印術なんですが、効き目は半減といったところですか。団長君、僕はここから支援します。どうか井戸君を。封印術が有効なうちはオルタはその陣から大きく離れられないでしょう。できる限り持たせますが、時間との戦いになります。全ての力を出し切り勝ってください。これは正真正銘最後の戦いだ。バハムートオルタ、創精神をかたどった詩吟の竜、破壊と再生をもたらし生命の進化を促す大いなる存在、神による破壊のサイクル。人が干渉するのは極めて愚かな行いかもしれません。それでも僕は空の人々の可能性を信じたい。世界は進化し、より良いものになっているのだと。木戸さんの痛みが苦しみ、これでもっと頑張れる。少しの間だけど一緒にいるから知ってます。こんな終わり方は二度さんが一番望まないはず。だから、これでどうだ。バハムートが何だってんだ。聞こえてねえなら今度はオイラが殴るぜ。
毒に。君はリリスの強行の最大の被害者であり、破壊神を15年間その身に封印していた真の勇士です。そんな君もたった一人の人間をも救えないのであれば、僕は僕を呪うでしょう。星の民である僕の思いと絆の尊さ、新たな世界のありよう教えてくれた空の民に報いたい。進化の性質を持つ彼らがより美しい未来を築くための橋渡しとなりたい。それが僕の望みです。星の民の不始末は、同じ星の民である僕にも責がある。神の犠牲となった空の民たちを見捨てはしない。この強さ、やっぱり普通じゃないの。こっちも何か強力な攻撃ができれば。やったなら、目には目をってな。クリア、こっちもバハムトを呼べねえか。少し時間をください。終末の光、破局をもたらす神の炎、神羅万象の断りを超越する力を持って、今このまで空の全てを破壊するつもりか。これでどうだ。ヒドさん、それがお前の望むことなのかよ。今だ。違うだろ。仕掛ける。しかし、これではまだ。野郎、ぶっ放してくるつもりだ。みんな、私のところへ集まってください。みんな、ルリアの元へ急げ。私が、みんなを守ります。井戸君そのものを核にして転入していたのか。井戸君は畳みかけよう。人の身に破壊神を宿しているのか。したがって存在権の主張は未だ井戸君にある。であれば希望はあります。肉体が分離している今、井戸君とオルタの霊的なつながりを立てれば。これでどうだ。井戸、自分で言ったことは最後まで貫き通しなさい。ルリアさんを守り抜いて証明するんでしょ。リリスに利用され倒したまま終わっちまっていいんだ。そうはならねえって自分で言ったんだろうが。構わんわよ。あんたみたいな不器用で危なっかしいやつ放っておけるわけないじゃない。違うね。とことんまで面倒を見させてもらうかんな。逃げろ逃げろ。逃げるものか。ここにいる全員は。レイジ、なんだと。これはオルタが潜在権を塗り替えようとしている。神様まで井戸を利用しようってんのかよ。キリア仕掛ける。そりゃみんな頼りになるな。次も期待してる。仕掛ける。分かっている。挽回はない。これでどうだ。はあ、溶けきこの。
回復する。やりました。畳みかけよう。調子に乗るぞ。今です。任せて。任せて。私に任せて。まだ気を緩めるのよ。し、ミド君の精神が飲まれていく。なんとかして引きずり出してください。これでどうだ。そりゃエンテナス、もちろんだ。やるじゃない。息ぴったりだった。悪くはなかった。自信があるぞ。それこれでどうだ。やったか。これでどうだ。キーリオール世話をかけた。オルタの支配を断ち切りつつある。もう少しです。よし、目覚まさせてやろうぜ。相棒、うん、ミド、ミド、ミドさん、戻ってきて。リオミド君とオルタのつながりは完全には勝ててくれ。しかし人の姿を取り戻した今が最後のチャンスです。俺はもう何が本当で何が嘘かわからない。諦めんじゃねえ。空のためにバカ力で何もかも守ろうとしてるのがお前だ。守り抜いて証明するんじゃなかったのかよ。自分の本当の気持ちってやつを。とてもそりゃ自分自身の気持ち、心の中の思い、それこそがミドさんなんだ。似たものでもない本当のイドさん自身。思い出せ、イド。あの空間に開いた穴は、そうか、オルタが本来存在している空間のゲート。核でありより代となる肉体を喪失したオルタはこちらの次元に定着し続けられない。ここが最終局面です。ああ、こいつを倒しリリスとの反省にケリをつける。お前は気に食わないだろうが、俺に与えた竜の力せいぜい利用させてもらう。こんな状況だというのに不思議だな。焦りを感じないものに。俺たちは歴戦の貴婦者からな。こんな困難も力を合わせてくぐり抜けてきた。いろんな人と出会っていろんな敵と戦ってきたわね。もちろんこの空域でも。俺は感謝してるぜ。感謝と、お前たちと空の旅ができてることによ。私も同じくだ。空を守るため必ず勝つ。私たちの旅はここで終わりません。やっちまおうぜ相棒。でもってみんなでまた旅の続きだ。偽物じゃない。間違いなく本物の俺自身だ。
炎の子。何時の名はバハリート。やりました。オルタは核を失い、別次元の空間へと落ちていきました。なんとかなりましたね。世話をかけた。それじゃあグランサイファーに戻ろうぜ。まだだ。まったく無茶が過ぎますよ。ご心配なく、すぐに戻ります。よかった、無事みたいです。こんにゃろう。勝手に突っ走りやがって。戻ってこれなかったらどうするつもりだったんだよ。ベリアの兄ちゃんがいなかったら。ディー君、無事なのか。どこにいんだ。どこでしょう。とても遠く。おい、ふざけてる場合か。バハムートを封じ込めた空間、次元の狭間とでも言うべきかしら。でもこうして通信が届いているということは、いえ、
残された時間はわずかでしょう。じきにこの通信も途切れてしまうかと。内側からゲートに干渉できないとは誤算でした。なんとかならないの？ああ、落ち着いて。まあそう心配しないでください。僕は便利屋ですよ。自分のトラブルくらいなんとかしてみせます。お任せあれ。ローランド、そうですね、僕が戻るまでの間、ホルカのみんなのこと少し気にかけてもらえると嬉しいです。こんな大変なことになってしまって、みんな不安に。ベンリアの兄ちゃん。フォルカってこの空域で最初にたどり着いてローランさんと出会った町ですよね。償わなければ。お？母上の分も俺が。まあそう器用もんじゃねえぞ。そうだ、君の力がなければどうなっていたか。井戸さんがみんなを助けてくれました。井戸さんはずっと世界が良くなると思って戦っていたのを私は知ってます。だから償うとかじゃなくって、大変なことはありましたけど、空の世界はより良くなったと思いますよ。行ってみましょう、ポルカへ。だな。してねえって言っただろ。少なくともここの連中はな。グランデ空域はエインステッド軍とフォルカに向かって全速前進だ。助けてくれました。ありがとう。ローランさんにもちゃんとお礼言わなくっちゃ。新たな空、ゼーガグランデ空域。そこで僕たちはいくつもの絆に出会った。追いかけ続けた家族という願い、時と共に空へ抱いた温かな希望、
そして失って手繰り寄せて、もう一度繋いだ僕とルリアの大切な絆。この空の物語はまだ終わらない。あの人はきっと僕たちを待ってくれているから。僕たちの旅もまだまだ終われない。空の果て、約束の地、イスタルシアを目指して。
戻ってきたな。みんな、これからどうする？一つ聞くが、ローランの家はどこにある？教会に住んでいたはずだが。どうしたんだ、やぶから棒に。そうか。